はい、どうも石原でございます。今回の動画では iPhone SE 第4世代の発売の可能性がなくなったということについて詳しくご紹介していきたいと思いますので、どうぞ動画の最後までご視聴ください。またこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画を定期的にアップしておりますので、ぜひガジェット大好き、 iPhone 大好きの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして動画の最後にお知らせがありますので、最後まで楽しんでいってください。ではやっていきましょう。はい、ということで結論、 iPhone SE 第4世代の販売計画がキャンセルになった理由は Apple の独自の 5G モデムの失敗が原因だったという話をさせていただきたいと思います。はい、これは海外メディアの Apple Post や Apple Insider なんかが報じている内容なんですけれども、 iPhone SE 第4世代2023年は厳しいかもしれないけども、2024年に発売の可能性があったんですけれども、その計画がキャンセルになったということについて、数週間前に動画で皆さんにご紹介しましたけど、具体的ななぜ、キャンセルしてしまったのかっていう理由がね、詳しく出てきたのでご紹介していきたいと思います。その発売が期待されていた iPhone SE 第4世代なんですけども、 iPhone XR とか iPhone 11の筐体を、物理的なデザインをそのままに使って 5G 接続なんかも対応してきて、その 5G モデムに力を入れていたということなんですけども、その 5G モデムというものは基本的にクアルコムが制作しているものを iPhone 14 とか iPhone シリーズには搭載してきております。 Apple がその iPhone SE 第4世代に Apple の独自のオリジナル 5G モデムを導入する予定でずっとことは運んでいたようなんですよ。つまりアップルのオリジナルの 5G モデムが例えば新型のフラッグシップモデルの iPhone に搭載されるのではなくて、 iPhone SE シリーズにまずは初搭載して導入を計画していたということなんですけれども、ただやはりね、社内ベースで考えてみると、その 5G モデムのチップのパフォーマンスについてクアルコムのものに匹敵するぐらいすごいものなのか、いやそういうものは作れないよねっていうね、いろんな試行錯誤の、懸念もある中に進んでいたということになっているんですけども、このね、2024年に発売を予定していた iPhone SE 第4世代にそのモデムを採用しようと計画していたんですけども、 iPhone SE 第4世代の開発と同時進行中だったわけなんですけど、やはりちょっと厳しいよということで、 iPhone SE 第4世代に搭載を予定していた Apple の独自の 5G モデル、これはキャンセルせざるを得なくなったということで、つまり開発が失敗してしまったと。クアルコムの 5G モデムの、このチップなんですけども、iPhone 16に Apple の独自のチップを 5G モデムを搭載したいんだけど、やっぱり厳しい。2024年も。つまり、クアルコムの 5G のモデムを、やはり2024年の iPhone 16でも搭載せざるを得ないと。いう状況になってます。で、iPhone SE 第4世代、今までのクアルコムチップの 5G を、搭載して発売してもいいんじゃないって、やっぱりそういう声もあったということなんですけども、この Apple のリーカーの、アナリストが、その iPhone、第4世代の iPhone SE が市場に出ないというガイダンスを Apple 内部から受け取ったということを、伝えています。これはね、サプライチェーンの情報源を引用していると。つまり、クアルコムに、2024年の iPhone SE 第4世代は Apple 独自の 5G モデム使うから大丈夫だよって言ってたんだけども、 5G モデムの開発が難しくなった、失敗した、だからクアルコムさんお願いしますよっていう話になったっていうね、ガイダンスが届けられたので、ああじゃあ iPhone SE 第4世代も含めつつね、その情報に記載されているのは Apple の 5G モデムの失敗と iPhone SE 第4世代のキャンセル、 iPhone 16 の5G モデム、クアルコムさんお願いしますよっていう話のガイダンスだったのかなと、要約すると伝えられているという状況なので、残念ながら iPhone SE 第4世代2024年発売、これ今のところキャンセルされたという状況になってますので、これもちろんね、
もしかすると再開する可能性もなきにしもあらずですので、 iPhone SE 第4世代の発売スケジュールについての最新のリーク情報が出ましたらまた皆さんにご紹介したいんですけど、今現時点ではキャンセルになったというふうに報じられております。はい、ということでここでちょっとお知らせなんですけども、 iPhone 14 Plus に関して 6.7 インチサイズ、はい、もう海外メディア、いくつの情報メディアでも失敗したというねことがね報じられております。はい、 6.7 インチサイズが失敗したのか、 iPhone 14 Plus のそもそも何が原因で失敗したのかっていうところなんですけど、その理由と原因についてテック好きのための人生ラジオ、僕ねボイシーのラジオやってますよってことをね、過去にもお伝えしていたんですけども、概要欄に僕のねラジオ番組のリンク貼っておきますので、そこで 6.7 インチの iPhone 14 Plus が失敗した原因とか、まあ、要因みたいなことについてまとめた内容を発信していますので、ぜひねこのチャンネルをお聞きの皆さんも iPhone とかテクノロジー、ガジェット関連、そしてそのそれを最適化させた人生のライフハック的な話をねラジオではやっておりますので、まあ僕のね iPhone 好き、僕の人生観とかも含めつつね楽しんでいただけると思います。今回は iPhone 14 Plus に関してのちょっと情報をラジオにしてみましたので、まあながら聞きしながら楽しんでもらえる番組にしていきますので、2023年テック好き石原さんのラジオにも注目していただきたいと思うので、このチャンネルでも定期的にねラジオの PR させていただきます。今回は iPhone 14プラスに関しての話をしたので、ぜひ概要欄のリンクからすぐにねラジオ放送無料で聞けますので、ぜひ楽しんでみてください。はい、ということで今回も iPhone の最新情報をお届けさせていただきました。またこの、チャンネルとは別でテック好き石原さんの方では LINE 公式をやっております。この LINE 公式では iPhone や Apple 関連の悩み事、相談、アドバイスに個別で対応していますし、プレゼントキャンペーンも、先月12月に行われて今月抽選発表いたします。もうね第5回目かなのプレゼントキャンペーン終わったので、第6回のプレゼントキャンペーンも開催を計画していたりと、もう Apple、iPhone、ガジェットが大好きな方にはね、もうテック好き石原さんの LINE 公式で友達追加してもらって、密にね繋がっていろんな情報交換できればなと思っております。また僕のね今年はねいろんなコンテンツについても僕の方で作ったものをね皆さんに提供できるようにね頑張ってテック好き石原さんの LINE 公式やっていきたいと思いますので、この動画とは別の魅力が LINE 公式には詰まっていますので、ぜひ友達追加、概要欄に URL リンク貼っておきますので、お気軽に友達追加してください。 もちろん石原さんのこと嫌いな人 NG でございます。 LINE 公式石原さんの好きな人限定になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。